カズキの本屋さんへようこそ。本日の2分解説は関平さんの中国人の善と悪はなぜ逆さまなのかです。あなたは中国政府は腐敗しているなんて聞いたことありませんか？実際中国では権力を持っている人は全員と言っていいほど何かしらの賄賂をもらっているそうです。そしてどんなに愛国心を持って汚職はいけないと批判している人も、身内が賄賂によってお金持ちになったらとても喜ぶそうです。もっと言うなら賄賂をもらえるのにもらってこないと妻には怒られ、子供に蔑まれるのが中国の現状です。ね、何それ、どういうことなの？というと、一族イズムというスタンスに原因があります。これは自分の家族や仲間を何よりも大切にすることで、身内が得することだったらどんな悪でも善となる価値観です。この考えから多くの権力者たちは利益共同体としてグルになって汚職に手を出し、甘い汁をすすっているということです。日本とはちょっと感覚が違いますよね。これは元を正すと相続という父系の一族のつながりを大切にする中国の文化から来ています。例えて言うなら、田中家なら田中一族が老若男女、貧乏人もお金持ちもみんなで仲良く集まるといったものです。中国はずっと国家として脆弱で、社会保障も信用できませんから、こういったコミュニティが確立するのも自然だったのかもしれません。結果、たくさんの相続が家族を助け合い、変わりゆく国家を生き抜いてきました。しかし、この強い仲間意識が逆に、身内以外は全員敵であるという対立を生み、田中家 VS 山田家といったように多くの争いも生み出してきました。以上のこの一族イズムと相続により家族や仲間の利益が一番で、汚職がなくならない原因です。実際僕らの周りでも、友達になったらすごいいい人なんだけどビジネスでは騙されたという中国の話聞いたことありますよね。ただそれは国民性、民族性の違いであり、価値観が根本的に違うんです。そこに対して日本人の感覚を押し付け、いいとか悪いとかいうのがまず間違っています。そういう文化もあって、そういう価値観なんだ、だからそれを理解した上でうまく付き合っていこうと考えるのが本当の交友なのではないでしょうか。もっと詳しく知りたい方はぜひ読んでみてください。以上、かずきのほやさんでした。